トビ<ズ>大阪市の造幣局で27日貨幣が規定を満たす重さで製造されているかどうかを調べる恒例の製造貨幣大試験が開かれましたこれは貨幣の信頼を保つため1872年から行われている行事です今回は1年間に製造された1円から500円の6つの貨幣に加えて 2025年大阪関西万博を記念した1000円銀貨なども対象となりました調べたおよそ2万4000枚はいずれも基準範囲内でした